11月28日、平井駅周辺で環境を良くする運動、小松川平井地区大会が行われました。この取り組みは、交通安全や喫煙マナーアップ、そして自転車の盗難や振り込め詐欺の防止などを広く PR し、町の安全や生活環境を高めていくことを目的に開催されています。この小松川平井地区の町をですね、少しでも環境を良くしようということで、どうぞ最後までご協力のほどよろしくお願いいたします。今日は4つのグループで活動いただきますけれども、自転車等ゼロ、振り込め詐欺、タバコのポイ捨て、そして交通安全、それぞれの分野でも皆様の活動のおかげで着実に成果が出ています。このような成果が出るのも、今日おいでのお一人お一人の皆さんのご尽力のおかげでございまして、心から感謝を申し上げます。それでは出発、エイエイオン、よろしくお願いします。式典に続き、参加された皆さんによる駅周辺での PR 活動や鍵をかけていない自転車の調査、清掃活動などが行われました。こうした活動を通して、地域の連携をさらに高め、快適で住みよい街づくりを進めていきたいですね。